皆さん、こんにちは。日本語教育コンサルタントの総川です。今回の時事問題のテーマなんですけども、えっと、先だって、これ3月10日ですかね。NHK が、はい、日本にいる留学生に10万円給付という報道をしまして、ちょっと世論が荒れてるというお話なんですね。で、その記事を画面共有しようと思います。はい。で、これです。えっと、NHK が、 ここですね。3月10日に報道したもので、タイトルが誤解を与えましたね。経済的困窮の外国人留学生や日本の学生に10万円給付へ。 政府ということで、これを読んだ方が、ねあのー、日本でも困っている人がたくさんいるのに、またウクライナなんかにあの支援することもできるのになぜこのお金の使い方なんだっていうことでいろいろとあの批判があったようです。で、ちょっと誤解を解いていきたいんですけれども、まあ、この記事に書いてあることもないこともありますが、この10万円給付すべての留学生というわけではなさそうです。過去に 同じように日本の学生に10万円だったり20万円だったりとかを給付した時がありましたね。その時に留学生にも成績だったりとか、あとは経済状況なんかに応じて条件を満たせば給付っていう手続きを取ったことがありました。おそらく今回もその前例に習うことに なりそうですなので、本当にあの勉強したくて、で、成績も良くて、で、例えば飲食店なんかでアルバイトして、生活費、学費を稼いでいたけれども、コロナ禍でシフトが減ってしまったとか、そういう人に対して、区学生に対して出される給付金というふうに理解していただければと思います。まあ、いわゆる偽装留学生ですね。その人にあのお小遣いをあげるわけではないとあのいうことです。これが、まあ、5回の1点目。 です。で、さらにいろいろ言いたいことはあるのですが、あの NHK に対してですね、この見出しを読めば、誰でもそう取ってしまいます。すべてに、ね、あの、給付っていうふうに取れてしまうので、本当に言葉を使って、ね、報道する、同業者だと私は思ってますけれども、言葉に責任を持っていただきたいなというのが一つありますね。であと、もし仮にですよ、政府からこういうふうな方向性で、 報道してくださいみたいなお願いがあったのだとしたら、そこは抗ってください。あの、戦うべきだと思います。権力の監視がね、あの、マスコミの,あの役割ですので。で、次の、その政府に対して言いたいことなんですが、この10万円ぐらいでは学生は釣れないと思います。つまり、日本に来るか来ないか迷っている学生が今いると思うんですけれども、これ政府側の資産だと、15万人、ね、あの、日本に あの、ビザ申請をした学生がいて、そのうちの約11万人が早期の入国を希望していると。で、残り4万人ちょっとですね、があの迷ってるとかやめてしまったっていうことで、ね、おそらくその人たちの気持ちをこれで釣れると思ったのかもしれません。その方向性で、あの、報道、情報を出したんだと、あの、思われても仕方ないんですけれども、あの、このぐらいでは釣れないと思います。なので、例えば、 でこれを考えたのが官僚なのか政治家なのかわかりませんけれども、あなたたちの仕事は、ね、日本がどうすれば世界から尊敬されるかということですので、はい、もっと他の方法で留学生が入国しやすくなるように入った後、学習しやすくなるように、はい、いろんな政策を考えていただけてきていただければと思います。はい、では共有停止しますね。 はい。そんな感じで、また、あの、小さい報道でもありましたら、解説動画は出していこうと思いますので、引き続きご覧いただければありがたいです。では、今日はこのぐらいで失礼します。アディオ。 動画をご覧いただきましてありがとうございます。高評価いただけると嬉しいですし、まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それにお仕事をですね、コンサル、セミナー、あと語学のレッスンも喜んでお受けしますので、コメントだったり DM でいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。